はい、どうも KB です。今日はですね、私ちょっと全然知らなかったんですけど、ちょっとネットが騒いでたみたいなので、そのことについてちょっと話したいかなと思うんですけど、ルナシーの龍一さん、まあ、川村龍一さんですよね、がなんか最近もライブだと口パクになってるっていう話が結構上がってて、でそれをちょっと個人的にパッと見ていろいろ思ったので、それちょっと話したいなと思いまして、今回こうやって動画を回しております。ですね、でその口パク、実際そのなんていうかな、口パクとかって言われてるぐらいの時からのライブってちょうど見に行ってないので、なのでライブそのものを全部こう見たわけではないんですけど、そうですね、まず個人的に思ったことは、その口パクじゃないっていうのをこう言ってる人で、直接ライブに行った、見に行ったっていう人ってどれくらいいるのかなっていうのを思ったんですよ。多分ほとんどの人は見に行ってないと思うんですよね。口パク問題をこういろいろ言ってる人って。なのでそれってまずライブを見に行った上でこういろいろ言うのはまだいいのかなっていう気は個人的にはするんですけど、それ別に見に行ってもないのにあだこだ言うのはちょっと違うんじゃないかなとは思いますが、まあ元々が上手かった方なので、いろいろ思うこともあるんでしょうね。でこれに関して言うと二通りの意見があってでもしょうがない気がするんですよね、個人的には。例えばですけど、こうファンの方ならもう知ってるとは思うんですけど、まず第一に肺がんになったんですよね。でその肺がんになって、でステージ1だったのかな、でそれで一応切って、でそこで復活して、でその後が何だかな、静脈瘤、とにかくなんか確か整体にできたんですよね。でその整体にできて、でそこも確か切ってるはずなんですよ。だからまあそれはがんではないにしても、ボーカリストが肺と整体をいじってるんですよ。なので単純に今まで通りに行くわけがないっていうのは普通に考えてもまあわかるかなっていう気はすると思うんですけど、だからそれまずファンだったら知ってると思うんですよね。だからそれを知ってて言ってるのか、知ってなくて言ってるのかっていうところもまああると思うんですけど、でさっき言った通りに二通りの意見に分かれるっていう話なんですけど、例えば野球選手とかスポーツ選手でいいんですけど、スポーツ選手だって例えばですけど、その本来才能があってすごく上手い人でも大怪我したりとかして、でじゃあそのままこうリハビリして、じゃあ復帰して元通りのパフォーマンスができる人もいますし、でできない人もいるじゃないですか。でできない人っていうのはもうレギュラー外れにな、2軍に落ち引退とかいろいろあると思うんですけど、なのでプロとしてステージに上がってる以上、もうなんか言い訳は聞かないっていう言い分もあると思うんですよ。なんでもうルナシーマチケット1万2000ぐらいしたかな、確かライブ見に行くと。でなんか1万2000のチケットも取ってプロとしてステージに上がってるんだったらっていうふうに言われちゃったら、多分もうどうしようもないことだと思うんですよ。そういう意見もあって当たり前だと思います。ただ個人的にはまあ、中学生から好きで聞いてたんですよね、ルナシーって。
で一度ご本人と会話もしたことあるんですけど、なんかこうそのがん治療から復帰して頑張ってるわけじゃないですか。なのでそこをそんなにこう責めるっていうことが個人的には思ったりとかもしておりますね。でそれってどっちの意見もあって最初に言いましたけど、当たり前で別にどっちがどっちっていう風に意見を合わせる必要ってないと思うんですよ。人それぞれやっぱこう考え方ってあると思いますし、ただ別に強制的にお金巻き上げて見せてるわけではなく、自らの意思でチケット買って見に行ってるわけなので、だからそれに対してはもう別にどうこういうことではないのかなっていう気はするんですよね。だから今回初めて行って、あれ口パクになってる、これだったらなんかもう1万2000円チケット払いたくねえよっていう人だったらもうそれはしょうがないと思いますし、いやそれでもこうせっかくこう治療してなんか頑張ってステージに上がってくれてるんだったら応援するよとか見に行くよっていう人だったら全然見に行けばいいと思いますし、だから別にこう否定をすることは別にしなくていいのかなと思うんですよね。だからまあどうなんでしょうね。本当だからまあさっきも言いましたけど、元が上手い方なので、であとそうですね、聞いた話なんですけど、とあるボーカリストの方が鼻を整形したと。で鼻を整形して発声したら今まで歌った高音域が出なくなったっていう話を聞いたんですよ。だからその鼻の形が変わってしまったことによって、その鼻を通るその空気がなんか変わってしまったらしく、それで高音域が出なくなったっていう話を聞いたことあるんですよね。だからそんなビビたる程度でもやっぱり変わってしまうんですよ。それぐらいにこうなんていうかな、ボーカリストって自分のその体って大事で、些細なことで変わってしまうと思うんですよね。でまあしちゃそうやってこうがん治療でメスを入れてたら余計にそうなってしまうのかなっていう気はするんですよ。でじゃあステージに上がるなよ、無理するなよとかっていう意見も確かあったと思うんですよ。でそれもわかるんですよ。でも一番こうより早く復帰する、元に戻すっていう近道って何かなと思ったら、やっぱりこうステージに上がって歌うことなんじゃないのかなと思うんですよ。多分それが一番こう回復の近道というか、だからそれをこう理解した上で別に見に行きたい人は見に行けばいいと思いますし、口パクだったら行かないよっていう人は行かなくてもいいのかなっていう気はするんですけど、でもやっぱりこう生歌が聞きたいっていう人が多いんでしょうね。それだけ多分こう期待値が高い方なんだと思います。何回も言うようですけど、もともとは上手い方なので、でがん治療の前っていうのはもう本当にこうすごい声量だし、ピッチもよく歌っていたので、なので多分本人が一番こう苦しんでるんじゃないかなっていう気がするんですよね。今までできていたことができなくなってしまってるので、多分誰でもそうだと思うんですよ。今までできていたことができなくなってしまうって。でもそうやってこうメンバー5人で今でもこうやってステージに立ってライブをしてるっていうのって本当ファンにとってはありがたいことで、ちょっと個人的な話にはなってしまうんですけど、私昔こう一緒にやってたバンドメンバーのボーカルとちょいちょい会って、
まあ年に1回とか、まあ、数年に1回会って、でなんか年末の忘年会ライブみたいなのがあって、そこで一緒にこう演奏してたりとかしたことがあったんですけど、で36歳の時に最後一緒にやって、でまたそのうちこうなんかやれる時にやろう、生きてりゃまたそのうちできるだろうっていう感じで、その年末別れたんですよね。でもう次の時はもうこの世にはいないっていう状況になってしまったので、だからその2年後かな、38で亡くなったんですよ、仲良かったそのボーカリストの連れが、っていうこともあるので、だからそうやってこう現状メンバーみんな生きてる状態で、ただでステージに上がってライブができてるっていうのって本当こうすごいことだと思いますし、いつどうなるか分かんないし、どこでこう誰がどうなるかっていうのって本当に分かんないので、だから個人的にはそんなこう仲良かった連れが38で亡くなるなんて思ってもなかったので、だからそういうこともやっぱりこう世の中起こってしまうので、だからそうやってこう5人今こうとりあえず元気で集まれるっていう時に集まってライブをしてくれてるっていうのは個人的にはすごく嬉しいしありがたいかなって思うんですけど、多分応援してるファンの方はみんなそうだとは思うんですよ。だからそのまあかといってで、そのなんか否定している方たちの意見も最初言いましたけど、分かるんですよ。プロとしてのステージなので、だからそこがねこうどっちの意見が言い悪いではないと思うんですよ。ただそのどっちの意見が言い悪いではないですけど、どっちかの意見に押し付けるような感じっていうのは良くないとは思うんですよね。それはなんか自分でこうなんか口パクならいかないよ、口パクでも5人揃ってライブしてくれてるんだったら行くよっていう風で、全然いいことであって、でそれをこう否定するのもなんかちょっと個人的には違うのかなと思うんですけど、だから今本当に当の本人はすごくしんどい気がするんですよ。だからこれが本当にこうなんかサボってなんかなまった状態でなんかそういう風になってるっていうんだったら、多分もう本当にボロクソ言っていいと思うんですよ。そんなもんプロじゃねえとか言ってもいいと思うんですけど、病気だったのでもうそれはしょうがないと思うんですけどね、個人的には。だからそれこそ当時へいかなとかにこう出てた時に体重55キロぐらいって確か言ってたと思うんですけど、で今だともうなんかすごいこうブクブクにこう太ってしまってるような状態で、多分75とか80ぐらいはあるとは思うんですけど、でもそれももうパッと見た瞬間にもう明らかに薬の副作用だろうって個人的にはもう思ってるんですよ。そうじゃなかったら多分そういう風にはなってない気がするんですよね。だからもうなんかこう事情を知ってる人だったら多分否定はしないと思うんですけど、まあ、知らない人でもあまりこうむしろ事情知らないのであれば人のことっていうのはあまりこう否定するべきではないのかなとは思うんですけど、まあ今こう難しいですけどね。まあ、あとはそのルナシーに関して言ってしまえば、なんかこうインディーズバンド組んで、インディーズでさあこれから俺たち頑張るぞっていうバンドではないので、だからこう今までこうずっと応援してくれてるファンが喜ぶことをまあ個人的にも含めですけどやってくれることがすごく嬉しいかなと思うんですけど、それじゃダメですかね。個人的にはそういうふうに思ってってるんですけど、まあ、あとは本当ライブを重ねるごとに回復するのか、それとももう回復はしないので新たなこう歌い方をするのかっていうところを、多分今後
多分あの本人はいろいろ試行錯誤はしていくと思うんですけど、でもそうですね、例えばあのシャランキューで言ってしまうと、あのつんくさんはもう声が出なくなってしまったじゃないですか。でもそれでもあのメンバー揃って、あ、まあ、あの個人的にシャランキュー大好きなんですよあのであのだからそれこそあのつんくさんはあの別にこうギター弾きながら歌ってたりとかもあったので、別にあのステージの真ん中立ってあのギター弾いてくれて、でその場にいる状態で、あのその声はもう昔のその録音してたものとか、あの過去のライブのものを流してもらって、その上でこうシャランキューのライブっていう風になったとしても、個人的にそれでもやってくれるんだったらシャランキュー見に行くわっていう感じで、あの見に行ってしまう自信はあるんですよ。あのそれくらいやっぱシャランキュー好きなので、だからあの現状のルナシーファンだから、個人的にもね、今回あのちょっと今のツアーってスケジュールが合わなかったので、あの名古屋に関してはだからあのチケットは買ってなかったですけど、だからあの別に口パクだろうがなんだろうが、あのスケジュールが合えばまたこう見に行くとは思いますし、多分そんな口パクじゃないから行く行かないは正直個人的にどうでもいいかなっていうぐらい好きなので、だからそんな感じで、まあ応援したい人だけ、あの口パクだろうがなんだろうが応援したい人だけもチケット買って行くっていう風でいいと思います。はい、ちょっと個人的なちょっと意見も多くなってしまったと思うんですけど、そんな感じでやっぱりね、こうとにかく頑張ってるわけなので、さっき言ったようにこうサボったわけではなくて、治療した上での頑張ってることなので、個人的には頑張ってる以上はこう応援はしたいなと思っております。はい、ということで、今回は、ルナシーの龍一さんの口パク問題がちょっと今いろいろこうネットでその騒ぎっていうほどではないですけど、ちょっとこう目につく記事を見たので、今回こういうふうにこう喋らせて、個人的な意見を喋らせてもらいました。多分今回こういうふうに言ったことも、に対しても肯定否定はあると思うんですけど、まあ、それはもう本当に個人個人でいろいろあっていいと思います。ただこう応援す、まあ、個人的にも含め今後もそれでも応援してるファンっていう方はぜひとも一緒に応援していきましょう。以上です。